強い、がうのは弱い。何が起こるかわからない。うーのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。うーのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー浅沼カイサーです。ずいぶん渋いエリアで今日はどうしたんですか。実はですね、この近く初沼温泉さん、あ、まあ行ったね、あるじゃないですか。おしゃれなモダンなさ、結構なんかいい感じの温泉さん、この初沼温泉さんの近くにですね、ちょっとね気になるお店見つけたんですよ。宇野君のあら舌を俺は認めてるから。まあそういう人が感覚的に気になるっていうんだったら楽しみだ。何があったの。ですね、何なんだ、まあカレーとラーメンしか置いてないってなんですよ。品そばだね。品そばか、品そば、カレーと品そばです。いや、それは、それはなんていうかな、究極の二択だよ。究極の二択だってさ、カレーがうまいところは何もうまいしさ、品そばっていうの、シンプルな感じのやつなんでしょ。そうです、ただなんですよ。ただ、僕びっくりした、ただなんですよ。ただなんですよ、なんだよ。ただ僕、お店は通ったことあるんですけど、入ったことなくて。あれよ、大丈夫大丈夫、これも気になるっていうんだから、間違いないと思う。また俺も今見てジャッジする。あ、よかったよ。それがなんか入れなかった理由がですね、なんかもう僕が行った時間は3時間4時ぐらいなんですけど、もう閉まってるんですよ、その時間。オープンは何時からですか。オープン11時から。大丈夫じゃん。まだ10時25分。いや、今日はね、大丈夫です。今日良かった。俺さ、開店前にね、30分並ぶのはいいの。あ、開店前だっけ。ただ、人が食ってるところを15分並ぶのがすごい嫌なのよ。まあ、ポーゲンさんですね、まず30分前で並んでらっしゃいますからね。あったあった、並んでるや、よかったよかっただよ。コシキカレーってなんだよ、コシキって。武田さんなの。なんかあの、創業者に勝手な計画の方がしてたし、いい香りですね。いい湯だ、わー、すごい香り。当たり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 。あ、ブーはいはい、わかった。あのね、しずめピリリーじゃなくてさ、品そばです。そうですね、カレーライスです。いいんだよ。もうなんかご主人のさ、人柄というか、職人だな、多分。そうですね、なんかごめん、長崎店から長崎ちゃんも、そうですけど、職人の方が作ってらっしゃる、あの、分かる人は、あの、また伺ってくださいっていう感じでさ、そうですね、俺はもう余計なことできないんだ、ラーメンとカレーなんだ、これよ潔い。それでもそれをこう突き詰めてるっていう。だから失敗したの。武田流。何だろう、武田流。先代さん、武田さん。ああ、先代。ああ、そうですね。あの、多分日本で一大だと思うんだ、この味と。うわー、あ、またこのタレが。武田流のこの品そばを食べるのもここだけ。だね。うわー、すごい。これなんで武田流とこのカレーライスが一緒になったんですか。これを大になった時、今僕だったら名乗ろうって言うんで、で親父、あの、いいって言ったら、じゃあ武田流で名乗れる。ルーツはこのカレーは銀座聖堂、聖堂パラス、あれの戦争前のレシピだ。戦争前の指定だ。まだもう行ったことないもん。これ古式カレーなんですよ。オールドファッションスタイル。オールドファッション。セイドオパラですか。すごいじゃないですか。そばはね、親父があの戦争行って帰ってきて横浜で始まったんです。隣にチャイナの人もいろいろ教わったんです。だから洋食屋だからそばなんかやったことない。そういう流れなんです。はい、走りします。はい、どうぞどうぞどうぞ。あと20分最高級カレーライスっていう、先ほどご主人がおっしゃってあの、ステードパーラーのレシピを求めたカレー、戦前のレシピなんですけども、戦前のやっぱカレー、しかもステードのカレーって国民からしたらもう最高級のカレーだった。そうだよ、当たり前だよ、なかなか食べれない、食べれないんだから。それでなんかボンカレーとかさ、ああいうのが出ていってきたんだ。普通食べれないんだから。食べれないですよね。その資生堂のパーラーのカレーなんていうのは、例えば、大学受験に合格したとか、
で息子に親父がとか、はい、あと就職が決まったとか、はい、あとあの婚約が決まったとか行事行事大きい行事子供ができたとか、そういう時だよその時の自分で言ったら最高級とついてるらしい、なくなったねあと何分ですか。あと15、ちょっと一瞬だけ長谷川さんと来てください。じゃあ、ここにいるから。ダメだよ。ちょっとここで、ま、ポジション守っていただいて、よろしくお願いします。インディアンさんから歩いて、もうすぐでございます。ここをですね、左に曲がっていただくと、ほらもう見えますね、あのモダンな建物。あちらがもう長谷川温泉さんでございます。本当、歩いて30秒、もう1分もかからない場所でございますので、まあ、インディアンさんで食べた後に、長谷川温泉さんにちょっとお風呂入る。あと逆にお風呂入った後にインディアンさんでご飯食べるみたいな、そういったのもねやってみたら面白いんじゃないでしょうか。来た来ました、あ、プレーボールだ。よかった。はい、あ、はい、あ、いいですよね。回転です。ですね、昭和ですね。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。3枚入りのやつとカレー、カレーのセットで、はい、3人3つ、はい、お願いします。問題はさ、セットだね。セットですね。同時に来るか。俺としてもね、カレー作業来てもらっちゃ困るね。やっぱり品そば行ってからカレー行きたいよ。味のこの薄いもの、辛いものみたいなね、感じのものが同時に来た場合は麺から先だぞ。麺が、あ、そうですね、伸びちゃいますからね。あ、来た、丼ぶり。ネットの中から丼ぶりを丼ぶりを取り出した。皆さん静かに流れる若干のこの緊張感が漂ってますね。なんかいわゆる引き算の法則ってやつ。ああ、足せばいいんじゃない。なるほど。引いて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 、これ。当店のお米は新米です。そう。今ちょうどこの新米の感じですからね。いいとこ見たね。お待たせしました。キブッパンの三枚肉。うわー、これはお見事だ。美味しそう。めちゃくちゃ美味しそうね。ありがとうございます。これ美味しそう。うわー、参ったな、これ。6段ですよ。これね、あんまり熱すぎるとね、壊れちゃうんだよ、このスープの味が。なるほど、なるほど。うまい。何言ったの、これ。これ、チャーシューしてみましょう。これ、うまい。すごいうまい。何だ、これ。うまい。これ、うまいっすね。いや、これ、すげえな。オレンジ色の肉や。うまい。放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちましたパンチ佐藤さんです。どうも。いかがですか今の気分は。現実まで飲みたいです今日は。どーん、大阪みなみで待ってまーす。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーマー、ダーマー。僕ね、やっぱさすが
なパンチさんだと思いましたね、うん、今日ラーメン食べるんだよ。そうだよ、やっぱ黒のね、そうだよ、服を着てらっしゃるね、湯気が見えるという。いやいや、そうだよ、さすがでございます。いや、これはね、当たり前。いや、これはね、当たり前。当たり前ってみんな。ご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらあのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ねいらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございますの、あのですね、あのまだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てる時ですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、でそこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッそう、ね、そうですので、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。